はい、皆さんどうもこんにちは、山ちゃんでございます。今日はですね、フレンドリーさん来てるんですけども、私のタウンエースがどん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 出来上がってきてます。なはずです。はい、はい、で、今回はですね、はい、まあ、この前はね、電装系っていうか、まあ、はい、電装系と室内の方をご紹介したんですけども、ちょっとね、新しいアイテムが届いたということで、はい、そこら辺は、畑中さんの方にご紹介していただきたいと思います。よろしくです。はい、キャンピングフレンドリー畑中です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、ということでということでね、うん、今回、お、ドラネコ、ドラネコ、ドラネコ、前後ドラネコ、そうですよ、やっぱね、はい、もう今ね必須ですよ、ドラネコ。あとバックカメラ、そう、バックカメラ、はい、もうね、まあ、この辺のところはね、うん、実は全部張り込む前に、うん、やっぱりつけていかないと、はい、非常に跡ができないんで、うん、僕らって意外と生地張ったり、うん、色々しちゃいますので、はい、最初のこの状態からつけていく、うん、あ、なるほどね、ということが普通はメインなんですよ。はい。ただ、うん、ちょっとね、今回、うん、山本号は、はい、なんか違うことするみたいで。そう、まあ、内装はね、こう、畑中さんの方に行ってもらってますけども、外装は外装でちょっとね、うん、やんちゃなことしようと。ということなんですよね。ということなんですよ。はい。はい、ですから、うん、ちょっと考えもんで、はい、これつけちゃいたいんだけど、つけちゃうと、例えばね、うん、リアゲート外すとか、うん、ってなっちゃうんで、どうすんのって。なるほど。だから、すいません、もらったけど、これは今回は、つけれません。あ、じゃあ、最後の最後ぐらい。最後の最後ぐらいですね。うん、だから、それも考えて、段取りって言いますか、うん、やっぱりこう全部つけて張り込んじゃえばいいんだけど、うん、外観の仮装のところと、打ち合わせしながら、どういう形に持っていくのか、うん、っていうのは、当然、ね、バックカメラなんかも、ステっていうか、はい、ちゃんと出てますから、あ、そうですよね。そういうのにつけて、いや、これ使わないよとか、うん、ここバラしちゃうとか、うん、いろいろ出ちゃうとまずいんで、うん、そこはね、本当はもら、持ってきていただいたんで、はい、すぐつけたいんですけど、うん、ちょっと今それは。いくよ、うん。はい。で、これね、はい、実際に、まあほら、うち両方につける、まあ、カメラみたいなじゃないですか。はい、はい。で、ここ、こうやってつけようと思うと、そうなんですよ。意外とこれ、タウンエースでつけづらい。つけづらいですね、ハイエースなんかより。ね、うん、というのは意外とこういうところが完全に袋なんです。あ、そうなの？空洞じゃないのこれ？空洞じゃないです。そうですね。これなんか空洞ですよ。だけどこれ袋ですね。あ、じゃあ普通の、うん、普通の中、だって手入るんじゃないですか？手入ったり穴が開いてたりして、こう配線をこうピューって入れたり、うん、こっちを落としたりって。そうそう、できるじゃない。こいつなんか知らんけどね、結構袋ですね。何ガッツリ作ってるの？そうですね。やっぱ、もともと海外では、うん、これ横扉、横扉とかあるんで、結構ここで、そうか、力を持たせてますね。あれじゃないですか、ワクワクゲートみたいな。そうですね。ただ、そうは言っても、うん、ここにあるような、はい、ハイマウントのね、そう、ハイマウントのあれですよね、線ですよね。とか、うん、ここは当然リアのワイパーとか、に行く配線が来てるんで、はい、どの道この辺を使って、こううん、カメラなり、うん、なんかのやつはここを通して、はい、で、そのためにここ空いてるんですよね。ああ、なるほどね。そうそう。空いてるけど、うん、こっちには行かない。行かない。行かない。あれ。これちょっと厄介な子ですね、これ。ここ穴開けちゃいます。はい。ということなんで、ちょっと張る時も考えながら、うん、ここら辺もちょっと張りたいんだね。いや、でも、これって、純正の、例えばドラレコとかアダコとかこんな大変なのかな？そうですね。基本的に、あ、大変っていうか、まあ、トップとか一緒なんで、うん。まあ、やることは。一緒。一緒ですね。大差はないと思います。ねえ。うん。まあでも。皆さんこの辺を使って、中に持ってくる。うん、まあうち、ここ内割り来ますから、はい。ここ来ても全然問題ないんです。問題なく。うん、はい。やってる。普通はこの辺が袋じゃなくて、ちゃんと開いていたり、こう、スポーンと入ったりするんですけど。はい。なんかどっかこう隙間を見ようと行きながら。うん、まあ、こっから落とせっても落とせないこともないけどね、ここ。ああ、まあまあ、外ですよね。でも普通ね、まあほら、私たちはこう内張り張りますよだけど、ね、普通のこうバンで使う人なんかは、線出てるってことないんで。ないですよね。はい。まあまあ、そういう形で、ね、まあ今回、カロツリエさん、2カメラドライブレコーダー。私もこれね、ハイエースについてます。そうですね、もう、定番中の定番。前後ドラレコ普通ですよね。普通ですね。うん、もうこれないとダメでしょうね。ね。今の世の中。世の中、そうですよ。まあ当然、これカロツリエさんのね、この、カメラは、はい。バックギア入れるとナビに映るよっていう。そうです、そうです。はい。はい。やつということで、これもね、私のハイエースついてます。はい。はい。もう同じついてるね、製品の方がもう私も、まあ、定番ですね。はい。定番ということで。はい、ナビはナビでね、またちょっと、はい、別な映像でご紹介したいと思いますけども。そうですね。まあ今回ね、こういうような製品も後ろにつけるんで、
断熱張ってるこの姿もいい感じ。そうですね。あのメタルシートって意外とこうギンギンしてて。ね。ええ感じ。あ、僕ちゃんと、うん、ちょっとこの隅は出れてますか？あ、入れてます。あ、ありがとうございます。見えないところにも手は抜かない。やったそれは絶対。素晴らしい。いくら山ちゃんの喉いいね。まあここで切ってやいってはしないです。そうですよ。あのね、材料足りねえからここでいいかとかね。大丈夫ですよ、そういうことは。ね。ケチることはしない。はい。一応ちゃんときちっと奥まで。はい。貼ってます。やっていただいてると。はい。いうところでございますんで。はい。まあ、またね、うん、どんどんご紹介していきますんで。はい。はい、楽しみにしていただければと思います。ということで、畑中さん、はい、今日はどうもありがとうございました。はい、じゃあ、しめさんいきます。はい、どうぞ。はい、皆さんこんにちは。ステージ21チャンネルへようこそ。ステージ21の下田です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ、今日の話題は？今日はね、うん、この人気のターンエース。ターンエース、はい、人気ですよね。はい、はい、うん。最近ね、人気だからいろんなビルダーさんがね、うん、これベースに作ってんのよ。そうですよ。そうなの。うん、だからうちもね、それに負けないように、うん。はい。